今回の問題、自立型はアクセスポイントごとに設定管理を行います。シスコの場合は何々という自立型のアクセスポイントを利用して構築します。集中管理型はワイヤレスコントローラーを使って一括でアクセスポイントを設定管理を行います。シスコの場合は何々という集中管理型のアクセスポイントを利用して構築します。当てはまる言葉を考えてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。自立型はアクセスポイントごとに設定管理を行います。シスコの場合はオートノマス AP という自立型のアクセスポイントを利用して構築します。集中管理型はワイヤレスコントローラーを使って一括でアクセスポイントを設定管理を行います。シスコの場合はライトウェイト AP という集中管理型のアクセスポイントを利用して構築します。お世話になっておりますマサルです。今回は無線 LAN の集中管理について勉強していこうと思います。どのように集中管理するのか一緒に勉強していきましょう。今回の動画の流れは、自立型と集中管理型、コントローラーのポートの処理、集中管理型のワイヤレス LAN を触ってみよう、この流れで話していこうと思います。それでは始めていきましょう。まずは自立型と集中管理型の違いについて押さえておきましょう。自立型はアクセスポイントごとに設定を行うことで無線 LAN を構築する方法です。シスコの場合はオートノマス AP という自立型のアクセスポイントを利用して構築します。小規模なネットワークであれば自立型が向いています。しかし管理するアクセスポイントの台数が増えていくと、1台1台を設定管理するのは煩雑になってきます。そこで利用されるのが集中管理型です。集中管理型はアクセスポイントに設定をするのではなく、ワイヤレス LAN コントローラー、略して WLC を使って一括でアクセスポイントに設定管理を行います。シスコの場合はライトウェイト AP という集中管理型のアクセスポイントを利用して構築します。ワイヤレスコントローラーを利用することで複数の AP に対して一括で設定管理をすることができるので、手間を省くことができます。ワイヤレスコントローラーのポートは、今まで勉強してきたスイッチやルーターとは異なるポートの役割が出てきます。代表的なポートはこの図のようになっています。青い枠がワイヤレスコントローラーを表しており、枠の内部に書かれているインターフェースは仮想的なポート、黒く書かれているインターフェースは物理的なポートを表しています。つまりディストリビューションシステムポートとサービスポートは物理的なポート、それ以外が仮想的なポートです。ここでは代表的なポートの役割を勉強していきましょう。まずは物理ポートから見ていきます。ディストリビューションシステムポートはワイヤレス LAN と有線 LAN を接続するためのポートを指します。コントローラーは様々なワイヤレス LAN を管理します。通常 SSID は VLAN ごとに区切られることになり、区切った VLAN がそれぞれダイナミックインターフェースと接続されて、ディストリビューションポートを使って有線 LAN と接続されていきます。今回は SSID1 つしか書いていませんが、複数の SSID が存在してそれぞれ別の VLAN で区切られる場合は、ダイナミックインターフェースが増えて、それぞれのダイナミックインターフェースがディストリビューションシステムポートに接続されます。様々な VLAN で区切られることになるので、ディストリビューションシステムポートは複数の VLAN で通信できるようにトランクポートで設定されていることが多いです。サービスポートは管理アクセスをするためのインターフェースです。管理者がアクセスするためのインターフェースだと思ってください。このように通常の通信と管理者の通信を分ける管理方式のことをアウトオブバンド管理と言います。通常の通信と別の通信経路を確保しておくことで安定して接続することができます。次は仮想ポートについて説明します。仮想ポートはワイヤレスコントローラーの中にある仮想的に存在するポートです。覚えておきたいのは、まずはダイナミックインターフェース。先ほど少しお話をしましたが、ワイヤレス LAN ごとの通信は VLAN で区切られることになり、ダイナミックインターフェースを経由してディストリビューションシステムポートを使って通信されていきます。バーチャルインターフェース、仮想インターフェースはワイヤレスコントローラーを冗長化するときに利用されます。1台のコントローラーで運用しているときに、その1台が壊れてしまうと全体に影響が出てしまうので、コントローラーを複数台用意して冗長化する場合があります。その際にモビリティグループというグループを組みます。そのグループ内で同じ仮想インターフェースの IP アドレスを設定しておくことで、スムーズにコントローラーを切り替えることができます。それでは実際にパケットトレーサーを使ってコントローラーを動かしてみたいと思います。パ
パケットトレーサーを利用する前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。私たちの生活にインターネットは欠かせない存在となっており、エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークエンジニアとして働きたい人、ネットワークエンジニアを目指しているわけではないけれどもネットワークの基礎を学びたい人など、様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り、情報交換してみてください。興味を持ってくれた方は概要欄のリンクをクリックしてみてください。それでは今回はこちらの構成を使ってコントローラーを使ってみたいと思います。すでに IP アドレスなどの設定は完了しているので、管理 PC からコントローラーへ接続するところからやってみたいと思います。では管理 PC を選択して、デスクトップタブから Web ブラウザを選択し、コントローラーの IP アドレスを指定してください。最初はトップページが表示されるまで時間がかかると思うので、なかなか表示されない方はこの下の方の矢印ボタンをクリックして時間を進めてください。するとこのようにトップページが表示されます。初めてログインをするときは管理者のアカウントを作成するところから始めます。今回は ID アドミン、パスワードはアドミン123として管理者のアカウントを作成し、スタートボタンを押します。すると初期設定の画面が表示されます。今回は初期設定としてシステムネームがワイヤレス LAN、 その他 IP アドレスの設定もこちらに書いている IP アドレスの設定をそのまま入力してください。入力ができたら NEXT を押します。次の設定画面もこちらに指示があるように入力してください。ネットワークネームとして Student、 セキュリティは WPA2 パーソナルを指定し、パスワードは Student123 と入力してください。入力できたら NEXT を押します。次はバーチャル IP アドレスの指定です。こちらはデフォルトのまま NEXT を押してください。最後にこれまで入力した設定値の確認をし、問題なければ Apply ボタンを押してください。このような画面が出た場合は OK ボタンを押してください。設定が反映されるまで少し時間がかかります。なかなかこの状態から遷移しない場合は、先ほどと同じようにこちらのボタンを使って時間を進めてください。時間をいくら進めてもこちらの表示に変更がない場合は閉じてしまって大丈夫です。もう一度 Web ブラウザを使ってコントローラーにアクセスしてみましょう。 IP アドレスを指定してアクセスしようとすると、このように接続をすることができないと表示されます。一度初期設定を終わった後は HTTPS の通信になるので、こちらを HTTPS に変更して接続します。するとコントローラーのトップ画面が表示されるので、ログインボタンから先ほど作成した管理者のアカウントでログインしてください。するとこのように管理画面を開くことができます。この画面に設定値を投入し、各アクセスポイントの設定を行うことができます。例えばワイヤレスのタブを選択すると、現在認識されているアクセスポイントの情報を見ることができます。現在は3台接続しているので、3台分のライトウェイトのアクセスポイントを確認することができています。管理しているワイヤレス LAN の情報もこちらのタブから見ることができます。現在は1つだけの SSID ですが、 SSID を増やしたい場合はこちらの Go ボタンから新しく SSID を設定することもできます。こちらの管理画面から様々設定をすることができるので、お時間ある方はぜひやってみてください。今回の実習は以上です。お疲れ様でした。今回は集中管理型のコントローラーについて一緒に勉強しました。自立型を使う場合はアクセスポイントごとに設定管理を行います。 Cisco の場合はオートノマス AP という自立型の AP を利用して構築します。集中管理型の場合はコントローラーを使って一括でアクセスポイントに設定管理を行うことができます。 Cisco の場合はライトウェイト AP という集中管理型のアクセスポイントを利用して構築します。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。